皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2023情報を紹介していきます。はい、ということで皆さんは課金をされていますでしょうか。このチャンネル基本的に eFootball をやっている方が、多いと思うんですけど、 eFootball でこれから課金をされるという方は、値上がりするよということで、その辺は頭に入れておく必要があるということで今回はそんな内容になります。ちょうど1週間前に発表されたんですけど、私が知ったのはつい先日。今回何が発表されたかっていうと、 App Store で有料アプリの値上げ、そして10月5日以降に最低価格が120円から160円に改定されるという発表がありました。はい、今 App Store になりますので、基本的には iPhone だったり iPad ユーザーが関係してくる、 Apple 製品をね使っている方が関わってくるんですけど、今現在アプリをやっている方でどれぐらいね比率が分かれているのか見ていくと、なんとですね iPhone ユーザー、iPad ユーザー、Apple 製品を使っている方がなんと8割ということで、8対2の割合ということで、圧倒的にね iPhone ユーザー、iPad ユーザーの方が多いということになりますので、これは結構大きくいろんな人に関わってくる内容になりそうです。はい、内容確認します。 Apple は10月5日からもう1週間ちょい先ぐらいかな、アップストアで販売している有料アプリ、そしてアプリ内課金の価格を値上げするという発表ですね。すでに改定後の価格表が公開されていて、日本では最低価格が従来の120円から160円に引き上げられますよという話になります。というわけで、アップストアで販売する有料アプリ、これ eFootball には該当しません。無料ゲーにはね一応なっていますので、これにはね該当しないんですけど、アプリ内課金ということで、コインをね買うよっていう方はこれに該当するという話になります。はい、コインのね画面の方に来たんですけど、例えば100コインは120円ですよとか、520コインは610円しますよみたいなね、こういう設定あると思うんですけど、これはコナミ自体が勝手にこの価格にしますみたいな感じで設定したわけではありません。アプリ開発元が、つまりコナミが自由に設定できないシステムになっているようで、これはApple が用意した選択肢の中から選ぶ形みたいな感じになっていますので、今回 Apple が用意している選択肢の価格が上がるということは、間違いなく eFootball でも値上がりするという話になります。今のところコナミは発表をしていませんが、他のアプリゲーとかもすでに発表しているところは多くありますし、コナミはねこういう時いつも遅いんで、どうなるか分かんないですけど、本当ギリギリか、もしくはもう価格が変わった後に発表するとかもコナミだったらありえそうなので、その辺先に知っておこうという話です。はい、ちなみに今回は日本だけじゃなくて、いろんな地域でも価格の上昇が見られるようです。ユーロを通貨とする全地域っていうことなんで、フランスとかドイツでも対象に多分なっているかと思われます。はい、先ほどね選択肢があるよみたいな話をしたんですけど、それがティアなんとかっていう感じで、ティアと数字でね表されるんですけど、黄色く塗っているところが eFootball にね関わってくるようなところになるんですけど、例えばティア1、今は120円で100コイン買えますよっていうのが、今後は160円かかってくるよということで40円の値上げ、ティア5に該当する610円で520コインが買えますよっていうのが、今後は190円アップして800円になるという話になります。で、ティア10とあとティア29にも eFootball の該当する項目があります。で、ここには表にね出していないですけど、5800コインと12000コインがあると思うんですけど、5800の方が今6100円ですけど8000円になるということで、一気に1900円も上がっちゃうのか、結構上がりますね。そして12000は今12000円でね買えるんですけど、今後はなんと15800円になるということで、おかしなね数値になってきますので、かなり上がるということがわかるかと思います。12000買うのに3800もプラスできるっていう地獄のような展開。はい、ちなみになんですけど、今パックもね販売されていると思うんですけど、これに関してはコインと引き換える形になっているので、これは該当しないということになりますので、そのまま据え置きで、アーノルドパックだったら1500コインで、ミランとかインテルのパックは900だ、あとはマネージャーパックっていうのは、それぞれの500、300は変わらないと思われます。はい、昔のパック、ウィニングイレブン時代のパックは確か何円とかで販売されていたと思うので、もしあれが今仮にあったとしたら多分値上がりしてましたね。はい、なのでアーノルドパックは一応1500、そしてミランやインテルのパックは900と、この辺は変わらないということになります。はい、ということで、まだねコナミは発表していないので、何とも言えませんが、確実に価格の方は上がってくるという話になります。なので、10月5日までに今後課金をする予定があるという方は早めにしておく、今後、1ヶ月なり2ヶ月なりできるなら、3、4、5とかもねやっといてもいいかもしれません。跳ね上がってしまいますので、先にね課金するというのはね、一つ手なんですけど、最後に一番大事なね話をしておきます。例えば今って100コインは120円だと思うんですけど、このね120円が今後160円になってプラス40円必要になってくると、ここまではね必ず起きるんですけど、ただコナミが価格が上がったことで、今は120円を100コインにしてるんですけど、例えば160円を130コインにしてくるとか、そういうのがもしかしたらある可能性はあるんじゃないかなということになります。正直その辺発表待ちにはなるんですけど、今100コインが120円で、もし仮に160円で130コインが手に入るっていうことであれば、1円あたりのコインに関しては今現在が 1.2 コインで、仮に160円130コインであれば 1.23 コインという風になりますので、ほぼ同額なんですよね。なのでそんな感じで調整が入れば、そんなにね慌てて課金する必要はないので、ギリのギリまでね発表待った方がいいのかなっていう感じです。今後発表されるとすれば、今週の木曜日だったり、または来週の月曜日とか、10月5日は水曜日になりますので、来週の水曜日、もう1週間ぐらいになってるんですけど、発表されるのは今週中か来週か、ギリギリになるかなとは思うんですけど、その辺までしっかりと粘った上で、今後課金するっていう方はそれらをね見極めながら、判断する必要があるのかなって感じです。もし仮に160円130コインとかになれば、大体同じなので、そんな慌ててね課金する必要はないのかなっていう感じにはなります。もちろん610円の520コインとかも、価格が上がる分コインが上乗せされるのであれば、大体今と同じぐらいの価格帯になるのであれば問題ないのかなといったところになります。今後公式コナミの方から何かしらのね発表は必ずねあると思いますので、その辺の発表ギリのギリまでね注目しながら、どうしていくのか考える必要があるかなと思います。また何か発表がされたら動画では紹介する予定です。もし仮に10月4日まで何の発表もしてこないということであれば、先に課金するっていう手もありだとは思います。これから160円になると、そこにつくコインが今よりも上乗せされるっていうことは基本ないと思うので、先に課金しても損は基本することはないと思うので、とりあえず10月4日までに何の発表もないのであれば、先に課金しておいてもいいのかなっていったところになります。Android は変わらずかな、120円で100コイン、もし仮に Apple の方が160円130コインになっても、1円あたり 0.03 コインの差ということなので、ほぼ同額になりますので、そんなにね差はないのかなといったところにはなります。ということで、今回はね値上がりするよというね、ちょっと耳の痛くなるような話をしましたが、今ねいろいろね、いろんなもの、本当ゲームだけじゃなくて値上がりしています。今回の件だけじゃなくて、こういう動画でね、いろんな見極めとか、できるような動画もね、これからもバンバンね作りたくはないんですけど、そんなことがあれば、作らざるを得ないでしょう。作っていきますし、eFootballに関するね、情報を紹介しているチャンネルでございます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録、そして高評価も良ければお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。